ねえお姉ちゃん、今なに、なにこれ、いったー。ちょっとみんな知らなかったの？これこそ DJ ケンの素顔。まあ私も見たの初めてなの。お前もか。スマホで動画撮ればバズるかも。私はミキたちを信じてる。この後もラジオとか取材があって、そっちに戻れるのはもう少し後になるかもしれないけど。シホ何言ってるの？私はいつも通りやっていただけよ。大丈夫よね、あなたの場合男の子が助けに来てくれるもの。うちら極小は壁際歩かないとダメよ。ブラッドティーチャーによると後期はクラスとゲラ授業あるですみたい。楽しみしてます。バカバカに打ちのめしてやんよ。よくってお勤めですか？あらあら、私ったらこんなところではしたない。お日様が気持ちよくって。おはよう。週末に競技会があるから、なんか気持ちが流行っちゃって。ゾクゾクするよね、本番みたいで。ひどいよ、最近太ったの気にしてるのに。そんなの別に嬉しくないもん、勝手に大きくなるんだもん。牛乳とか大豆とか取ってないってこと？甘いものしか食べないもん。こもりにこもり引きこもり、あなたのお困り何でも解決、魔法の力で何でも決着。そうよ、あがめ立てまつりなさい、拝みなさい、そしてひざまずきなさい。そうしたら力になってやらなくもないわ。テストの点聞いても教えてくれなかったから、すごく悪かったのかなって。光の点数見て気を使ったんでしょ。ちょっと何がおかしいのよ。シラを切るつもりなのね、お姉ちゃん。妹さんはどう思います？普通の、よくあるある話。遅いよ、ユーリー。スマホなんて見ながらフラフラ歩いてるから人にぶつかるのよ。ユーリーのアカウントフォローしてるからです。マリアちゃん、このボールを拾って、はい、あれ、なの？牛丸ユキです。ご夫妻をやはりお気に召さないご様子ですので。ふーいて、ふーいて。あら、ユリスちゃんとクローディアちゃん、お久しぶりね。はい、どうも、はじめまして。ブルーレイ発売です。はい、もっと優雅な感じにかかりました。ブルーレイ、ひろっぽさんも出して、やってみます。ブルーレイ発売、夜中に子供だけでこういうことしてるのって楽しいね。すごい、早すぎてよく分かんなかった。お兄ちゃん感動してる。あの日から、私がどれだけ苦しんだか分かりますか？いいえ、分かるはずなどないでしょう。クモの巣ですか？でも異常に気づかれた時点でウィングバランサーは独自に動くんじゃないですか？よし、みんな寝てるね。ちょっと来なさい。いや、正直に言おう、歌子さんに嘘ついとけって言われたのがいけないんだ。バーでバーテンダーしてたの。ん？ということで、無事に魔法写真美術部の認可がおりました。おめでとう。ようやく一緒に部活が始められるってことで、私もすっごく嬉しい。やっぱみんなで何かするのって青春っぽくていいよね。そこで一つ提案、新たな出発を祝してみんなで懇親会やろうよ。振り返ってみてどうだっただら？いっぱい耐えれてよかったです。どうもありがとうございます。体からロケットビーム出したことない人のことを言うんだって。姫ちゃんのパパ、お仕事何してるの？けど働いてるよ。秘密の契約。
それをしたら、ラキタマちゃんは大丈夫なの？いきなり言われても。そうだね。兄さん！ジュッキー？私のこと嫌い？私は兄さんが大好きだよ。兄さん！姉さん！次、堀内さん！了解！大丈夫！その動きも予定通りだから！あなたの動きは全て把握しています。この、スキャニングハンドで！兄ちゃん！今日も街に行くの？母ちゃん！兄ちゃん！別に年頃なんだし普通なんじゃないの？なんとなく帽子かぶった人に見えない？ほら見て見て、まとめサイトまであるよ。でも目撃情報がこんなにあるってすごくない？本当にいたら面白いじゃん魔法少女。まあ、全部受け止めた方もいらっしゃるけどね。ところで、灰色の髪の可憐な乙女。あら、元気に動き出したこの美少女は、一体誰でしょう？そう、私です。7年前の12月25日、常識外れにすごい魔法獣。つまりフレックが日本に現れた。この数百年の記録において類を見ないほどに強力な個体が。ねえ、今の日和ちゃん強い？強いよね。だってタギツ姫を倒しちゃうほどだもん。ねえ、午前試合の決勝の続き今お願いしていいかな？ほうほう、そうですか、そうですか。はぁーん。じゃあ、そうやって人のお願いを聞かないんなら、8ゲームだからね。これまでのモンソニ！私、ダルタニャンはある日、きらめく歌声に引き寄せられ、かっこよく歌う謎の女の人を目撃！目が離せなくて、ドキドキして！気づけばその人は、私にとってのアイドルに！私の名前知ってるの？ココグサ。今日はジャムジャムライブイン桜祭りにお集まりいただいて本当にありがとうございます。よかった。誰も来てくれなかったらどうしようって思ってたんだよ。だね、宿題。あ、見てあれ、ほら委員長。やばい、真面目だから断られるって。でも聞いてみよった。なんか分厚くて難しそうなの。やばい、頭いい人はやっぱ勉強してんだね。今の勇気のダンス、あなた方が踊るんだよ。レナ、おはよう。久しぶりの学校だと思ったらつい。お茶まだだから入れてもらえるかな？ありがとう、お姉ちゃん。チップの反応がないよ。何って、死んでるのこの人。パパ、これやめてって言ってるじゃない。シリーズ累計100万部の異世界スローライフコメディ、ドラマ CD でおなじみのメンバーが今度はアニメで大活躍。シリーズ絶賛発売中、11巻は12月発売予定。お姉ちゃん、土曜だからっていつまでもねって。はぁ、うわぁ。カブラヤの音がかき消された。ユイリ、貴様。ユイリを誘惑するな、消えたものめ。今日はここから飛び出して女子を驚かせてからのマジック、つかみもバッチリ。困った。出れない。それに今ここにいるのがバレたら計画が台無しに。そうだ、
スマホを使って助手を部屋から出そう。そして脱出。スマホは、あーっとっと、あれでスマホが、あー、雲の糸がトランプまで。のぞみの浴衣かわいいやろ。お、寂しいの。私だって負けてられない。知らぬは教えておくんだし、ねねこくるみ。なんか違うわね。こっちの方が可愛いかしら。これが噂のメイド服か。想像以上の可愛さだな。注目されるのは苦手なんだけど頑張らねば。反応は上々。さすがはパパ直伝の技。見てねー。くっそー。今パフェをお作りしますね。ご希望はございますか。だからゾンビ隠すよ。全然ゾンビ隠す気ないやん。アイドル首取れんやろ。どっから見ても人間だと。どこに首取れる人間がおると。頭腐っとる。